涙の特訓も、スノーマン、ソレスのラウールダンスチーム、世界大会主催者名言、出場中止の大無念。スノーマンのラウール21は、グループでも屈指のダンスの実力者として知られている。7月21日に放送された、FNS27 時間テレビ、宇治テレビ系、内のダンス企画では、芸能界に入る前、12歳の頃に、27時間テレビ、 のダンス企画に参加していたことも明かしていた。そんなラウールにとって無念としか言えない事態が明らかになった。ラウールさんは今年8月3日から10日にアメリカで行われるワールドヒップホップダンスチャンピオンシップ2024以下 WHDC2024 というストリートダンスの世界大会に出場する予定でしたが、それが中止になったといいます。 5月10日放送の、それスノーマンにやらせてください。t b s 系では、世界57カ国で予選会が行われる同大会の日本予選に挑む、ドキュメント VTR が紹介されていただけに、とても残念ですよね。制作会社関係者ラウールは、それすので、仲良くなった10歳のキッズダンサーほなつちゃんと、WHDC2024 に挑むべく、 ほなつちゃんの姉で中学3年生のゆいなちゃんと3人でチーム、バンピ、バンピーを結成。3月に行われた日本予選に臨む模様が紹介されていた。ラウールは大手事務所の人気グループに在籍しているが、肩書きのない世界で勝てるんだぞっていう証明をすると、WHDC2024 に対して熱い思いを語る場面もあり、番組は大盛り上がり。 家庭は決して順風満帆ではなく、ラウールが多忙さや経験不足からうまくチームを引っ張れずに苦悩したり、ほなつちゃんが厳しい特訓に泣いてしまう場面もあった。それでも少しずつ結束力を深めていったチームは見事に予選を突破し、8月にアメリカで行われる本戦への出場権を手に入れたのだ。放送から1ヶ月後の6月27日には大会を主催している。 ヒップホップインターナショナル以下 HHI が公式インスタグラムを更新。投稿した出場チームの一覧表には、ラウールのチームバンピの名前も掲載されていた。ところが、7月19日に同アカウントが投稿した一覧表ではバンピの名前が消失。コメント欄のこれが完全なリストなぜ前回と違うの 原文は英語という質問に対して HHI は前回の投稿から多くのクルーが追加されたからと返答しているが、万ピの消失にはノータッチだった。ラウールは7月22日制放送の CDTV ライブ。ライブ。TBSK ではグループの新曲、君は僕のものとブレイクアウトを元気そうに踊っていた一方で、 同月3日制放送の FNS 歌謡祭フジテレビ系では直前に腰を痛めてしまってと話していた。さらに8月2日には主演映画赤羽骨子のボディガードの公開も控えており、腰痛や過密スケジュールが原因で大会を辞退したのではと、SNS には多数の指摘の声が上がった。ラウールのアメリカダンス大会辞退 ってやつ本当かな腰痛めだったし、仕方ないとは思うけど、ラウも責任感じちゃうよね。ラウもだけど、ユイナちゃん、ホナツちゃんのメンタルケアちゃんとしてあげてくれよ。あんなに頑張ったと思うと悔しくてたまらない。それ、スノのダンス世界大会本当に出場辞退したのかなそんな話も出てるけど、映画の番宣とか忙しいと思うけど、しっかり休んでね。 ラウール、忙しいスケジュールの中で辞退するって決断だったのかな